はい。で、あと最後にですね、この FFT を用いた一変数多項式の乗算のアルゴリズムについても紹介しておきたいと思います。で、このアルゴリズムはですね、この AX と BX という2つの多項式を、FFT を使って高速化しましょうというアルゴリズムでして、で、入力としては、A と B の次数、n イコール2の以上の指数になっている e ですね。それから a と b はそれぞれ次数が n-1 以下の多項式とします。で、出力としては cx、これは 2n-1 乗以下の多項式ということにします。いずれも係数は複素数の係数で、あと演算は全部複素数上の厳密な演算を仮定しています。で、アルゴリズムの中身はですね、大体先ほどのその FFT による乗算とほぼ割と似た感じなんですけれども、まず、これなんだ、そうですね、それぞれ、分かりました。まず、AX をですね、DFT で、FFT で関数値表現を得る。それから、BX にしても、FFT で関数値表現を得た後で、関数値表現を得た後で、この3番目のステップで、それぞれのこの関数値の積を求めるわけですね。だから、X0 と Y0 の積、X1 と Y1 の積。で、同じようにして、x2n-1 と y2n-1 の積というのを順番に求めます。で、これで、その関数値の積が求まったものを、これを z の0から z の 2n-1 と置くんですけれども、でこれを今度は、その離散逆変換で関数の表現に戻すっていうんですね。でそれで最終的には、この、多項式、a と ax と bx の多項積 cx の係数 c0 から c の 2n-1 までを得ると。という形になります。で、その計算量ですけれども、先ほどその FFT の計算量をですね、評価したので、それを使いますと、まず1ステップ目、2ステップ目では、1ステップ目では EX のその、なんて、多項式から関数値表現を得るのに、オーダーの N ログ N。それから2ステップ目では BX の多項式から関数値表現を得るのにオーダーの N ログ N。で3番目はこの FX と BX のそれぞれの関数値を掛け算するのは 2N 回ですからオーダーの N。で4ステップ目はこの関数値ですね、ZI というこの関数値から CX の係数表現を得るのでオーダーの N ログ N と。ということで、合計の計算量は、これら の計算量の一番影響が大きいところを取ってきて、オーダーの N ログ N で見積もられるということになります。これで、最終的にですね、この一変数多項式の乗算で、FFT を使って、素朴な乗算よりも、全近的には効率的な乗算ができるようになったということになります。ここまでよろしいでしょうか。はい。ということで、今回は、高速乗算法として、高速フーリエ変換を、の手法を紹介しました。で、その中では、離散フーリエ変換に基づいて、これを高速化した、効率化した高速フーリエ変換というのを使って、で、この FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法というのを使いました。で、一応、計算基数学1がですね、今回で終わりになるんですけれども、授業内容をちょっとまとめてみました。で、この授業では、計算機の構成ですとか、それから計算機における数や多項式の表現をについて学びまして、あとはこの授業で使うアルゴリズムと擬似コードですとか、あと計算量とその見積もり方について行ってから、例えば多倍調整数や一変数多項式の指則演算のアルゴリズムと計算量、
それから後半では拡張ユークリッドのアルゴリズムとですね、その性質や応用について何回かやりました。あとは中国重要参法とその応用。で最後は高速乗算法として唐津波の、乗算法と、それから FFT を用いた乗算法について紹介をいたしました。まあ、この授業ではですね、計算、数学で計算に用いる分野でもこう、まあ、いろんな分野がありますけれども、まあ、その中では割とその基礎的なアルゴリズムとか計算量とか、それからまあコース、ユークリッドのご助法、拡張ユークリッドのご助法などをまあ使った、中心に扱っていたと思います。で、まあ、現実にはこう他にもですね、数値計算ですと、例えば微分方程式ですとか、それから線形代数、数値線形代数ですとか、まあ、いろいろな分野も広がっておりますので、まあ、今回学んだものはそれらの多分基礎、まあ、基本に位置づけられるような、まあ、割と入り口の段階だと思いますので、またこれから皆さん必要に応じてこういろいろな分野でですね、こう必要な計算がありましたら勉強していただければと思います。ということで、あとはですね、今年度新型コロナのウイルス感染症が始まって以来久しぶりに、対面の授業を組みまして、で、まあちゃんとうまく続けられるかどうか結構ビクビクしながらやってたんですけども、まあ、おかげさまでなんとか15回最後まで対面で無事続けられることができてほっとしております。でまた皆さんは特に皆さんの多くはですね、この一昨年入学の時からそのコロナ禍 のオンライン授業なんかが始まって、でなかなかこう授業対面で授業を受けられない、でこう友達にも会えない、で先生の話も聞けない、で質問があってもどこ行けばわからないとかですね、割とでオンラインで課題をガンガン出されるしとかですね、いろいろ大変だったと思いますけれども、まあそうですね、だからまあ今年少しでもですね、やはり対面授業でこう皆さんがいろいろコミュニケーションを取る機会が増やせればなというふうな思いでやってきたんですが、まあ、いくらかでもですね、そういうことができていればいいんだけどなというふうに思います。で、まあ、あとはそうですね、これから秋学期ですね、まあ、授業もですけれども卒業日研究なんかにも入っていくと思いますが、まあまあ、なかなかその大学生活の前半きつかったかもしれませんけれども、まあ、これからですね、後半に向けてまたで、まあ、友達や周りの人たちのコミュニケーションを深めたり、あるいは、まあ、就職活動なんかも忙しい人もいるかもしれませんが、そういった活動の中でこういろいろ理解を深めながらですね、残りの大学生活も充実したものになることを願っております。ということで、まあ、4月だったのがあっという間に8月になりましたが、皆さんのこれからのご活躍を願ってですね、この計算基礎学1の講義を終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。